はい、チップお尻におもちゃがいった、チップ。ああ、遊ぶな、そっち遊ぶな。かわいいね、お手手使って。さて、気分もいいところでチップに素敵なお土産をあげます。おっと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 、これはね、ワンちゃん用のね、ベニーモタルト風ビスケットです。こちらはですね、ママのね、お姉さんが、沖縄から、ちょっと用事があって、こちらに来てくださったときに、このね、ベニーモタルトビスケットチップ用にね、購入してくださいました。おい、チップどこ持ってくの、チップ持ってきて、チップ持ってきて、あ、ちょ、危ない危ない危ない、チップ開けてあげるから持ってきて。さて、どんな感じなんでしょう。ちなみに紅芋タルトってこんな感じのやつですね。沖縄とかでね、よく売っているお土産のやつですね。オープン。おー、3つも入ってるよ、チップ。実はこれね、チップ食べたことがあるんですよ。前に、自分たちがね、沖縄にいるお姉さんたちがね、会いに行った時に、チップにね、帰っていきました。ちょっと沖縄だったんで、チップは実はお留守番してたんです。あ、はい、欲しいと。はい、欲しい。あ、欲しい。なんでツンツンすんの？なんで、ちょ、食べたくて仕方ないの。おー、wait. こんな感じです。あ、おいちい。チップ、ちょっと待って。あ、これ、ちょ、ウェイトでしょ。ね、お利口さんに、ね、買ってきてくれたんだから、大切に食べよ。おいちい。はい。はい。こちらね、なんかね、書いてありますね。いい子にお留守番しているワンちゃんへのご褒美に、元祖紅芋タルトの、お菓子、こだわりの紅芋タルト風ビスケット、これね、美味しくサクサククッキーに仕上げました。だってかわいい紅芋タルト型だったね。これね、まだね、触るからゆっくりね、食べようね、せっかくだからさ、バクバク食べずにさね、すぐなくなっちゃうから、チップバクバク食べると、食いしん坊チップだから。チップね、今ほら3つ食べたからね、また後でね、あげるから、それまでね、お利口さんにしていこう。よいしょ、ありがとう。もうちょっと。